第十三課では、出身地に関係する漢字を紹介します。第十三課で習う漢字は、こちらの十二個の漢字です。1、里、里、2、海、 海三剣四位置四五関関六東東 都京京。八都九岸岩。十浜金。十一 あたた、おんじゅうに、十二泉せん。ではそれぞれ見ていきましょう訓読みはさとです皆さんも読んでみてくださいさと、さと。 音読みは、りです。皆さんも読んでみてください。り、り、さと、り,り。この漢字は、七角です。書き順や書き方などを、よく見てください。 一、二、三、四、五、六、七、もう一度書きます。一、 それではこの漢字を使った例を見てみましょう。訓読みは「里」です。 よく名詞の中で使われています。里と読むときの例は、ふるさと、里親、里帰りです。里帰りの帰りは、帰りと読みますので注意してください。音読みは、りです。りと読むときは、 日本の距離の単位を表します。りと読む時の例は千里の道も一歩から。一回りです。次はこちらの漢字です。訓読みは海です。皆さんも読んでみてください。 海、海。音読みは、海です。皆さんも読んでみてください。海、海、海、海。この漢字は、嗅覚です。 書き順や書き方などをよく見てください。12345678 9もう一度書きます。1、2、3、4、5、6、7、8、 それではこの漢字を使った例を見てみましょう訓読みは海です海と読むときの例は静かな海海は広いです音読みは海です具体的な海の名前を言うときによく 何々海と言います海と読む時の例は、日本海、海水、海外です。次はこちらの漢字です。訓読みはありません。音読みは、剣です。 みなさんも読んでみてください。けんけんけんこの漢字は、嗅覚です。いちにさんよん 五、六、七、八、九。もう一度書きます。一、二、三、 それではこの漢字を使った例を見てみましょう。音読みは「けんです。 県は日本の地方のための行政機関の一種です県と読むときの例は県内、秋田県、県知事です